これでもなんだろうな。このルートで入ってってことでしょ？この白いところがルートだから、これも開けとかないと多分こっち行けないと思うんだよね。だから今は、そうか、今こっちの下のルートで来てるから、ここを開ける作業だよね。で、多分、この点々から上が多分基礎なんだよ。これが鍵開けのルートで、一つはエンディングを迎え、まあ一つは、まあ続きが、まあ担保されてるというか、繋がってますけど、生き血死事件って何だっけかな？これは、これ下のルートでここ起訴すんのかな？わかんねえな。実際わかんないな。どうしようかね。生き血死事件は何の事件でしたっけ？はい。まあ、この辺は、飛ばしますけど。あ、市役所前で酔っ払った、男性がいて、それを放置して、あ、殺してしまったって話か。基礎に持ってってみるか。どっちにしろ、多分基礎なんじゃないかな。下のルートの。基礎に持ってく。基礎に持ってく。基礎。だから相手に不利なことをしないといけない。税金泥棒。酔っ払いが一人死んだら助けなかった人間は全員犯罪者だとでも？敵が認めた声。あ、合成。合成っすか。敵誰？ あ、古谷。あ、だからこの辺ですよ。この辺、この辺。ちょうどこの辺。認めた行為ね。ああ、認めた行為。まあ、これは一つあるな。車椅子取ってきて、老人を乗せて、庁舎の外まで移動させた。庁舎の外まで移動させた。見ました。まあ、見つけましたもありっぽいんだよな。あ、これ？揺さぶっても起きませんでした。あ、違う。違うか。なんだろう。不利な、相手にとって不利な条件。知りません。していません。あ、これか。110番連絡。通れば。被害者を道路に運んだ。その後は何もしない。俺でもね、これクリア1回はしてんだよな。なんかもう記憶が薄いわ。そうね、ゲーム実況してるとね、ゲーム自体に対する記憶って結構結構薄いんだよね。なんかもうその場その場を、このなんて言ったらいいんですかね。反射神経で乗り切ってるみたいな感じ。酔っ払いは助けるべしなんて義務どっかに書いてあります。だから敵の義務に関連する規定。敵の義務に関連する規定。ああ、だから、
敵。判例。はあ、判例いっぱいあるよ。判例じゃないな。規定だから、規定。だから、攻撃しないといけないんだよな。退去。立石市役所。安全規則第108条。退去。これはだってもう、有利な内容ですからね。そうか。なんだ。規定だから、そうそう。立石市役所安全規則っていうのさっきのでしょ。これね。その青い、壱岐地市。壱岐地市。待って待って。青いやつをまず探して、障害で捕まってんだ。障害じゃないんだよな。国家公務員法。すべて職員は国民全体の奉仕者として親切かつ公正、これじゃない。ここね。親切って部分ね。通らないかな、わかんないな。次の各号のいずれかに該当する者は懲戒処分に処する。この法律もしくはこれらの法律に基づく命令に違反した者。職務上の義務、警察法など他の法令で規定される職員に対する義務を含むに違反し、警察法はだって関係ないもんな。警察法、警察だったら警察法だわ。国民の生命、身体及び財産の保護を最優先とするだから。だって国家公務員ではないでしょ？打ち込んでみる？一応。親切公正の義務。通った。国家公務員法では明示的にあなたの義務が規定されています。あなたは公務員である以上国民に奉仕しなければならない。たとえ相手が初対面のホームレスでも。そんな曖昧な義務を根拠に私の責任を問うつもりですか？バカバカしい。だいたいそもそもの話なんですけど、酔っ払いなんて法的に助けが必要なものに入ります？全員がそうだとは限りません。じゃあ保護義務規定があろうがなかろうが、あんなの助ける必要もない人間だったって話ありません？被害者に扶助が必要だったことを立証する供述？供述、これじゃないの？なんで今色変わってたんだろう？怪しいね。助けが必要だった理由でしょ。助けが必要だった理由ってそうなんじゃないの？なんかこれ違った。供述だから、やっぱさっきのだわ。じゃあ被害者はただ酔っ払っているだけではありませんでした。強く揺さぶっても意識が戻らず、ズボンも下げっぱなし、正常な状態とは言えません。出血については知らなかったとしても、そんな状態の人を見ても助ける必要がないと判断した。どれだけ高い弁護士を雇ってもそんな言い訳は通らないでしょうね。ああそうですか、じゃあ助けが必要だったってことでいいですよ。でも私、あの人が死ぬなんて思っても見ませんでしたから。道で寝てたら死ぬなんて想像できます？息ではあっても致死ではないと。なんじゃそりゃ。なんじゃそりゃ。息でもあっても致死ではない理由？
息でもあっても死亡の予見可能性に関する証拠？予見可能性？これじゃないの？ひとまずね。予見可能性？違うのか。予見可能性。雨が降ってて結構寒かった。違うんだな。なんか根本がなんか違うんだな。友人たちと酒を飲んでいた被疑者は被害者がベンチで寝ているところを発見し、被害者に理由なく汚ねえ野郎と叫びながら同人の頭部を地面にぶつけ、さらに足などを使い被害者の顔と腹部を殴打するなどの暴行を多数回にわたり繰り返し、被害者に約5週間の入院を要する、左頭頂部裂創等を負わせた。関係あっかな？なんか関連ありそうだけど、どうだ？あなた、過去に起こした事件と、後ろ頭の怪我のせいでってことは知ってましたよね？みたいな。こと？ああ、通った。起訴できた。やった。これは死刑に関連する事件です。から上からの指示が出ています。なんかこの事件番号を掘っていくの大事そうですね、今後ね。だから不問にするつもりでしたが、あなたのこの前科やりましたね。何のことです？これは一気などではありません。あなたが殴り殺したんですから。バカな、証拠はあるんですか？私が殴ったって証拠だよ。今はありません。あなたが傘で隠していましたからね。ですが、あなたは後頭部の怪我について供述しています。捜査員が教えてもいないことをです。思い出した。そう、斉藤さんから聞いたんですよ。彼が知っていたのは顔面の出血だけです。後頭部ではありません。のクソが。この事件、傷害致死事件に切り替えて捜査を続けます。あなたは有罪です。うん。とりあえずでも、起訴の方向は、ちょっと、分かったね。あれで。係長。係長、実は今、妻が来てまして、ぜひ係長にお会いしたいと、少しだけお時間もらえませんか？お恥ずかしい話ですが、うちの子供たちも一緒に来てまして、まあいいでしょう。よしよし。とりあえず基礎の方向性としては、なんとなくわかりましたけどね。あの古谷和弘、虚勢張ってた割にゃ、検察でペロッと暴行を自白しやがったんだとよ。だけど、な話聞かされっとこっちはたまんねえわ。そりゃあちらさん、被疑者と量刑取引できっから、捜査も自白取んのも簡単なわけよ。こっちは証拠集めに駆けずり回って被疑者に圧かけてやっとだっつうの。世の中不公平なもんだぜ。まあ係長、あんたはいい仕事したぜ。本当によくできた事件だよ。こいつは会長も所長も口出しできねえ。役所には関係ねえ。一職員の起こした事件だ。市長にとっちゃむしろありがてえこったろうな。ありがとうよ。あんたのおかげで俺にも運が向いてきたみてえだ。おう、俺も一丁点数稼いでやろうと思ってな。心配すんなって係長。俺はこの事件でひらめいたんだよ。釣りのやり方をな。これでどこが開くかなんだよな。多分俺下から2番目が開くと思ってんだけど、
そう思って進めてたんだけど、はい、これはちょっとね、飛ばしますけど、懲役4年確定。はい、ギルティー。上田、証拠もなく先入観で犯罪者を捉えた。あ、そうな。上か。あれ？ちょっと待って。これ、じゃあ選択肢。上か。ってことは何？この下のルート、上、この、ごめん。ちょっと、情報が錯綜してますけど。あれかな？ってことは、これは勝手に開いて、ここのルートに来たのが、この、上の、こっちのルート通って不起訴だったんで、下のルートを開いてる状態で、ここ不起訴か？じゃあこの起訴が、多分ここの上行って起訴か。だから、順番としては、一旦これを、こっちのルートに戻して、基礎か。基礎に今やったことと同じことを、やれば一番上が開く可能性、か。だから分岐は多分上の方に基礎が固まって、下の方は不基礎が固まってると、見た方がいいよね。だから基礎にする。ちょっと待って、混乱してきた。混乱すんだよなぁ。ちょっとほんと。まずダンジョンに行きます。あ、そうね。この1006っていうのを覚えておかないといけない。はい。OK です。OK です。OK です。いや、ほんとにね、ダメ。なんか、記憶が定着しないんだ。あれの時。あれ、やっぱりなんか展開が変わってきてるんだよね。低体温症ね。あ、いや、被害者の死因何にするかって？被害者の死因？ああ。わからん。急性腎不全。違うな。低体温症？暴行死。ああ。まだ診断書には慣れてねえんだな、あんた。ああ、直接死因か。ああ、なるほどね。ごめん。間違ったね。新たな捜査書類が追加されました。被害者の死因を医学の専門家が訂正した直接死因に変更してください。直接死因、心肺停止。はい。で、ダンジョン来たー。頑張るぞ。で、基礎だね。基礎。そう、敵が認めた行為が、なんだっけかな、車椅子と、供述の、違う、尋問調書の、これと、何でしたっけ？連絡してません。はい。
で、法的な議論。法的な議論で、法的な議論で基礎で、国家公務員法、国家公務員法の、あ、これね、国家公務員法の、親切公正の義務。うん。親切公正の義務で、で、なんか、こっからがちょっと、あれなんですよね。なんか、めんどくさい、みたいな。被害者が、被害者が、幇助が、扶助が、必要だった理由は、息が臭くて、で、後ろ頭の怪我と、障害をしたっていう過去のやつを合成して終わりか。そうだね。よしよし。これは覚えてんだよな。はい。はい。これで、起訴しましたね。うん。で、展開変わんのかな？同じところに行く可能性あるよな、でも。はい。ああ。課長がお呼びだぜ。ああ、ビンタの一発。ああ、同じところに行くかな。覚醒になってんな。ああ、同じところだな、これは。会話が同じだ。違う理由で起訴すんのか、じゃあ。同じな会話だ。これじゃダメだ。これじゃダメだよ。同じだもんな。違うんだよなぁ。これじゃダメなんだなぁ。そうなんだ。その一個上に行きたかったんだよなぁ。これはだって、これはまあ不起訴にすればいいだけだから、わかりやすい。これも多分不起訴。うん。で、上のルートは、まあ別に見ても見なくてもみたいな。これも多分不起訴かな。いや、だからルートは見えてきてるんだけど、ここの起訴、別のルートでの起訴、別のルートでの起訴。うん。だから死因を殴ったじゃない死因を用意すんのか。やってみっか。あー、大変だな。あれだよな、なんだっけ、あれですよ。低体温症じゃねみたいなやつですよ。
多分。そうだよな。低体温症か。低体温症だから、最後の合成するところで、なんか寒かったみたいな供述ありましたもんね。はい。これで、死因をね、何でしたっけ、この前怒られましたから心肺停止。そうそう、はい、被害者の死因を心肺停止にしてください。でダンジョンに入る、供述の、していませんと車椅子か。はい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 。じゃあこっちだ。こっちの、はい。でもお金はすげえ溜まってきてますね。で、基礎に持っていくから、これは国家公務員法でよくて、いいと思うな。いいと思くて、息が臭いみたいな。あ、これ、はい。息が臭くて、死亡予見性、だから寒かった。あ、そうそう、寒かったと、あれだよ、低体温症。でもこれじゃプロテクトするよな。そうだよな。基礎にはならないな。そうか。基礎にはならないか。その夜雨が降っていることはあなたは知っている。そして長時間雨に濡れれば、体温が下がり死に至ることなど、常識を持った人間ならば誰でも知っている。そんな常識私にはありませんけど。あなたの常識はどうであれ関係ありません。法的判断は人間の平均的な認知能力に基づいてくださいますから。あなたが殺したんです。うわぁ、強引。でも見逃してくれるんですよね。犯罪事実には被害者の死因を低体温症ではなく病死と書きましたから、処罰はできないのですよ。無罪、違うんだよな。無罪にしちゃダメなんだと思う。無罪じゃないんだよな。違うんだよな。違うんだよ。どうした？ビンタされる？はーい。起訴したけど、まあ、結果ギルティにならないの。保護者の地位、まあ、清崎よ、お前のところのカウンター、これ聞いたやつかな。そうね、これは見たな。見た会話だ。だから違うんだな。ちょっと心折れたな。うまくいかないな。
うん、そうか。不起訴、不起訴。はい。不起訴確定。あー、しんどい。なんかうまくいかないとしんどいな。真ん中行ったか。そうだよな。上、でもエンディングを迎えるから、何か仕事が嫌になるような、理由なんだよな。基礎にするんだけど。そうか。はい。ということで、今日はこの辺で終わりにしましょう。ちょっとね、もう、心が、折れましたんで、やめます。ということで、この辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。またね。